枝豆の入ったおにぎりにオムレツ、チーズケーキまで、3段のアフタヌーンティースタンドに乗った見た目も楽しいランチ。提供しているのは岐阜県各務原市の東海学院大学にあるカフェサラマンジェ東海です。誰でも利用できるこちらのカフェは、管理栄養学科の学生30人ほどがボランティアで運営していて、今年4月にオープンしました。2017年より管理栄養学科で野菜の栽培をはじめ、マルシェやスーパーなどで販売してきました。その中で4割ほど規格外の野菜が出ることを知って、今年の3月にこちらのカフェが閉店するということで、それを引き継いで実店舗という形で営業を開始しました。このカフェの特徴は、使われているすべての野菜が規格外野菜であること。通常商品にならない曲がってしまったり不揃いな野菜を使うことで、フードロス削減を目指しています。これまでは規格外の人参を使った焼き菓子などアフタヌーンティーセットがメインの販売でした。今月からはご飯も食べたいという声に応えて、まさに SDGs なランチも提供することにしたんです。今月の旬は枝豆ということで、メニューには規格外の枝豆を使ったおにぎりとオムレツが。こっちが既製品のになります。でこっちが規格外の枝豆になります。変わらないようにも見えますが、よく見ると規格外の枝豆は黒ずんだもの、鞘が割れて中が見えてしまっているものがあります。枝豆は、割れた部分以外のものは正規のものとほとんど同等に使えるので、ほとんどそのままの形で提供しています。どうしても野菜の栽培は天候に左右されることが多いので、雨の量だったり日照時間等で、どうしても色変色だったり割れたもので正規のものとして取り扱えないってものが出てきてしまうので、そういった野菜をピューレという形で加工して、見た目が悪くても形を変えれば味は美味しいので。畑で野菜を作りスーパーへ出荷している学生たち、トウモロコシやトマトなど20種類ほどを育てています。この日は各務原市の特産品、各務原人参の収穫日。JA 岐阜の担当者に指導してもらいながら収穫していきます。これはかっこいいし、いいんじゃない。これってどうなんですか。これはもうだ出荷できんことはないけど、切り品って言って規格外品になる。いい形やけど頭を切っちゃってるんで。栽培から収穫まで学びながら行っている学生たち、サイズや形だけでなく、葉を切り落とす際に実の部分を傷つけてしまい、全体の半分ほどが規格外となりました。ここで出た規格外野菜はカフェの材料として使用します。自分たちの失敗が減ればもうちょっと増えるかなって思いました。また畑にない野菜を使う際は、規格外のものを農家から仕入れます。格安でもやっぱりお金を払っていただければ、やはりそれは商品になりますので、商品として買い上げていただく分には全然問題ないと思います。カフェの活動は、農家さんのためにもなってると思いますね。いいと思います。カフェを訪れた人は、全然変わらないので、サイズが違ったりとかちょっと不揃いであっても全然美味しく食べれるなと思います。規格外って言っても同じ作物なので、ぜひこうやっていろんなメニューに展開できるっていうのはとてもいいことだと思います。
僕らではそのやろうと思わなかったことなんで、すごい先陣を切ってやってくれてるので、すごい同じ大学の学生としてはちょっと誇らしく思います。規格外の野菜以外にも、テイクアウトのコップには自然分解されるバイオプラスチックを使い、環境に配慮しています。食べれるものを捨ててしまうというのは、作っている人に対しても失礼ですし、世界には食べれない子もいるので、そういう面ではちゃんと責任を持って消費するっていうことが大切なんだなっていうふうに考えてます。活動を通して消費できるものを消費せずに捨ててしまうっていうのは、やっぱり環境に良くないっていうのを訴えたいっていうのが一番ですね。